松村邦洋ためにならないチャンネル、どうもよろしくお願いします、晴天をつけの取っ手出しですが、今回は第32話、 H 銀行を作る視聴率は 12.9%。 これね、11月12月とこれなんかね、キリンが来るだとこう上がっていくんですよね。今までいい数字取ってるんですよ。だけどこれキリンが来るでの時はこう11、ね、こう後半の2ヶ月っていうのはね、上がっていったんでね、なんかこうちょっと、期待はしてるんですけど、こっからね、まあ会社というか、まあ資本主義の父としての経済をどんどんこう回していく部分の位置が描かれるんですけど、やっぱね、なんかこう大河ドラマというと戦のシーンとか戊辰戦争みたいなシーンが一番いいんですけどね、今回見てると不平士族の反乱、士族の反乱がマップの中で火がバーッとついて終わっちゃうっていうナレーションで、江藤新平あれ生きてんのか死んじゃうのかって、もう来週出てくるか出てこないかで分かりますけど、なんかあの形で死んでいくとなるとね、なんかこのままだと申し訳ないけど、西南の駅も西郷隆盛もひょっとしたらあの回想シーンかナレーションで死んでいくんじゃないかなってちょっとこう思ったりもしましたですね。とうとう、まあね、最初にまず出てきたのは大蔵省を辞めるわけです。3年半勤めた政府を辞めるわけです。大蔵省を辞めてね、で渋沢栄一言ってました、今度こそこれが最後の変身だ、まあ、変身しすぎですよね。もういろいろ過激な攘夷派から徳川の家臣になったり、まあほんとパリで万国博覧会出たり、まあこの人ほど変身した人生はないなあと思いますね。大隈重信、井上馨といろいろいましたけど、あとね、思ったのは大蔵省を辞めて変身だって言うんですけど、辞めるっていう挨拶を、まあ嬉しいですよね、杉浦城のところに、志尊淳のところに挨拶行ったっていうのは良かったですね。パリの万国博覧会からの絆ですね。井上馨でもなく大隈重信でもなく、最初の挨拶が杉浦城のところにこう行ったっていうのはこう嬉しいですね。お主を誘っておきながら先に辞めるとはまっこと申し訳ない、なんて言うと杉浦城がね、ここ最近の君を見て苦しそうだと思っていた、僕はここで日本のために尽くす、呼んでくれて感謝しているってね、呼んでくれて感謝をしているっていうね、渋沢栄一も俺もだ、あの郵便が届いた日の喜びは忘れねえ、パリでの日々も思い出せねえぜ、なんてこう言って二人のこう友情が描かれておりましたね。そして井上馨ももう機嫌悪いですね、もう会社辞めるんです、誰が好んで雷落とすか、なんてもう辞める覚悟ですよね。で大隈重信もね、どがんすっか恋は、わしゃ辞職すっぞ、なんとしても辞める、やめるんだよ半沢話せじゃなくて、やめるんだやめろ渋沢話せって言ったら、渋沢は一切止めに入ってないって、わしを止めんのか渋沢、ではわしもってね、では私もって渋沢もやめてね、二人で辞職したとこから主題歌がこうビューンとこう流れていきましたですよね。でまた二人ね、会社辞めてから結構新聞にね、暴露ネタを暴いちゃいましたですよね、政府の裏を暴きましたですよね。でもう大隈も江藤新平も怒ってましたね、国家の内情を結構バラしておりましてね、我々は憂いている、今日の開花は民力を重んじるのではなく政治上の空想に過ぎない、1億4000万の負債を民の税によって賄おうとしている、これは徳川の世よりひどいんだと、徳川の世よりひどいんだよと、明治維新をねあんまりこうよく描かれてませんね。ほんと徳川中心の NHK の大河ドラマも PHK みたいなね、徳川放送局みたいな感じがしますしね、江藤新平もね、国家の内情漏らしよってなんて、大隈重信もね、あの二人許さー
ーンと、もう大倉さんもすごい剣幕でしたね。で、官から民へ移るっていうことで、早速もう一世尾形がヘッドハントをしに行きましたですね。渋沢様、美濃村利左衛門がね、この美濃村利左衛門、三井の入社のお祝いを持って参りましたってね、もう三井に入社するとも何とも言ってないのにね、あなたほどの方が野に下されるとは誠にもったいない話ですが、が伊勢尾さんうまいですね。もう山本高弘君のあのカルビアナのモノマネですが、もったいない話ですがみたいな感じだね。これは三井の反問でございます、ね、これおめかけさんのお国さんにどうぞ調べてるんですよ、いろんなことね。え、私はそんなことにはもらえるすべありませんなんてこう言ってましたけどね。もう本当、目配り気配り心配りですよね。商人の人ってのはもうすぐ写真ができたらもうすぐその写真をね、歌ちゃんとかにみんなに撮ってあげたりね、いろいろこう勝手に人んち入り込んでね、どうなんですか、私は銀行を作りたいのだつってね、渋沢はちゃんとこう言っておりましたけどね。何を言いますか、三井の総理事の座ですぞ、はあ、ぜひぜひ三井に来てください、三井の総理事の座を渡すと言ってるんですから、ガッポンガッポンガッポガッポンガッポンガッポムカつくみたいな、映画ちゃんみたいな感じでね、まあそこは一世尾形さんタイムでしたね。若手俳優っていうかね、かっこいい系の俳優さんの前に一世尾形さんだけがね、もう濃い芝居をしておりまして、一世尾形さんがね、で結局渋沢とライバルで戦わなきゃいけないとなると、もうすぐこうまた変わって、来ないのであれば容赦はいたしませんぞ、顔がね急に怖い顔になってます。もうなんかこうおちゃらけな部分もあったりで、もうそこの部分はもう一世尾形タイムだったですね。そして、国立銀行を作ったということでね、もう外国のアラン・シャンドに来てもらって、もうこれからはね、もう帳面をつけましょうということでね、簿記を身につけなきゃいけないんですって言った。でも外国人の人はね、もうそろばんはいりませんね、こんなあの道具はいりませんなんて言ったら、もう渋沢栄一怒ってましたね。親の代からずっとこうそろばんと論語で教わってきた、そろばんを否定されたら困りますんで、じゃあうちはうちでそろばんを使いましょうなんてことね、45,450円なり、18,628円なり、何々なりって言ったら、やっぱソロバンの方が早いと、198,4821円です、ごめんさんなんてこうパッと言ってました。そこでバッと手下のようにこうずっとソロバンをこう計算してたのが佐々木雄之介って、これもね後々、第一銀行の頭取になる男なんです。そういう人をちょっとこうね、若いペーペーで使っていくといいですよね。そしてもう三井と小野の合本ということなんですけど、まあ仲悪いですからね、小倉久弘さんの小野組と一世尾形さんの三井がこれ合本な、もともとなんかこう仲悪いバタ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 してますよ。小倉久弘さんと一世尾形さん仲悪い、こういう時は三宅裕司さんにでも来てもらったらね、これからやめろやめろ、仲良くしましょうよ、どっちも仲良くしないといけませんよ、ね、もう銀行とかだってそうですよね、まあ、三井住友とかね、桜とか太陽、神戸太陽銀行とかみんな合併してますんでね、今だったら共和発行もね、キリンも合併してますからね、もうとにかく何とかしましょうよなんてことを言っててもね、もうこの2人の会社のお金をぐるぐる回すだけじゃないかということで、渋沢栄一が愚痴を、今度はディーン・藤岡、もう西の五代、もう東の渋沢っていう、この両巨頭がここで会うわけです。ディーン・フジオカのもうイングリッシュの発音がすごくいいですね。そいで渋沢君が総監役となったわけか、ちょっと渋沢一もね、相撲の行事のようなものです、パリを思い出しますとね、ディーン・フジオカイングリッシュいいですけどね、 You are amazing You are amazing、 草原して手を結ばすコツがコンパニーじゃ、おいも西へ人を集め、カンパニーを
起こしたね、発音がいいですよね。官から民へ下った先輩としてアドバイスとかね、アドバイスでいいんですよ、アドバイスね。要は国よりも大変だぞと、ね、政治が獣の集まりだったら商いの方が化け物だっていう、ここは魑魅魍魎がバッとしておる。魑魅魍魎ってあれ漢字で絶対書けないですけどね、この魑魅魍魎という言葉が出てきていますね。そして今回出てきたのが岩崎弥太郎ですよ。岩崎弥太郎というとね、香川照之さんが龍馬伝でやっておりましたけどね、わしと龍馬があったがじゃなんてこうね、言っておりましたけど、岩崎弥太郎をやったのが、私太田プロダクション同じ事務所でございますよ、中村芝翫さんが出てきましたね。そっくりですね、岩崎弥太郎。ちょっと太らしたような感じがしますね。これはもう石橋亮さんの麒麟が来るの時の武田信玄と、まあ肖像画が似てますね。もうモノマネ偉人王座決定戦やったらこの二人が決勝戦で出るんじゃないかなと大河ドラマ的にもそう思うんじゃないかな。橋之助さんの頃のあの清純な毛利元就とはまたちょっと違いますね。これもやっぱ芝翫さんになってまたこう弥太郎ができるようなね、なんかこう幅っていうか貫禄を感じますよね。橋之助さん時代のあの毛利元就とはまたちょっとこう違った感じがね、しておりましたですよね。そして今回は涌井絵美さんがお亡くなりになります。かっさまがお亡くなりになりますね。え、お千代がよく働いてます。橋本愛ちゃんがね、すまねえなお千代、私や歌のこともで、おめかけさんのお子さんのね、徳次のことも文のこともとね、嫁に、来てからずっと苦労をかけたなお千代っていうね、そういうなんかこう嫁とお仕事さんのこの本当に仲のいい嫁仕事ですよね。これでもこの血洗い島の言葉が聞けるのも今回で最後ですよ。あの涌井絵美さんのね、一代ね、そうだいね、それはまた楽しみだいねなんてこういう、千原島の出演者もどんどんこれからフェードアウトしていきますよ。多分もう手塚さとみさんとかも、次回あたりはもう出ないんじゃないですかね。あと、平泉成さんとのね、宗助とあとマサの夫婦も、なんとなく自然に消滅してますもんね。村川恵里さんも死んでるでしょうね、中の方も。多分今日あたり、村川恵里さんは生きてるけど、もうあの来週あたり出ないんじゃないですか。千原島関係の人たちは出ないと思います。本当は涌井絵美さんはね、本当あの妹よというフジテレビの月9に出てた頃のあのね、キャピキャピした恵美ちゃん、唐沢寿明さんとかと一緒に出てたあの涌井絵美ちゃんからいいお母さんに変わりましたね。唐沢寿明さんのがトーク番組で言ってましたけどね、涌井絵美ちゃんに何か欲しいもんないかって聞いたら、あの涌井絵美ちゃんが、じゃあ唐沢さん私家が欲しいって言ったっていうね、ふざけんなって唐沢さんが言い返した、あのちょっとなんかこうちょっとこう変わったことを言うようなね、ちょっとなんか変わったキャピキャピした涌井絵美ちゃんのイメージがね、就職先生異常なしとか僕も見に行きましたけどね、あの時のイメージではもう、ないなという感じがしますね。まあだけど嫁姑のいい感じですよね。おっかっさまと橋本愛ちゃんも本当にいい感じになってましたね。贅沢の暮らしをしてもう何の苦労がありましょうか、ありがたいことですね。私たちはいいね、それを障子で奥で聞いてる栄一、すまねえなすまねえなっていう感じで聞いておりましたですね。ほんとこうほのぼのとしたシーンですよ。本当に青天をつけのこの家族の空気っていうのはいいですよね。ただなんだろう、渋沢栄一ってやっぱちょっとね、本当の渋沢栄一は少しこのドロドロしてる部分じゃないですかね。江戸幕府の武士の世は終わんなきゃいけねえんだっていう割には、あの子供をねたくさんいた方がいいんだと、どっかのあのお金持ちの家に嫁がせていいお金関係の周りが、お金の周りが良くなることも考えてるようなね、その辺って戦国武将がね、子供を、自分の子供をなんか人質にどんどん出すような感じで、思ってた部分もね、渋沢栄一の中で、まあ、勉強してるからそういう部分もあるんじゃないかと思います。そして高良健吾さんが出てきました。奇策がひげ生やして、あれ野口英世かなっていうぐらいね、頭にパ
チンと HEO を頭で叩けるのは奇策ぐらいですよ。イタリアから帰国しましたね。おめえ戻ったのかなんてこと、奇策の方もね、大蔵省に行けばおめえはもういねえ、おめえの軽みの速さにはついていけねえって言うと、渋沢栄一の方もね、上位から一橋に比べたら大したことないって。まあそれはそうですけどね。でそうこうしてるうちに時代がどんどん動いてるんでしょうね。高良健吾さんが、いや江藤さんも西郷さんも喧嘩してって言うと、江藤と西郷が喧嘩してんのかなと思ったら違うんですよ。これはね、大久保利通や岩倉具視とかと、これ政官論について喧嘩したんですけど、政官論がないから普通に江藤と西郷がなんか喧嘩して出てちゃったみたいな、意味にね、歴史のあんまりこう分からない人にはこれそういう風にとらわれるんじゃないかって、僕も実際そういうふうに思っちゃったぐらいですけど、これも実際この政官論で、争ったんで、その政官論の下りももう早いテンポで進むんでしょうね。ここは一切、カットしていくんでしょうね。でお前暇だったら俺の会社手伝わねえかって言ったら、喜作もやっぱ実業家ですよね。横浜で生糸の商い、お蚕様だこれからはなんてね、こう言っておりましたですね。一方富岡製糸場の方では小高純中がね言っておりました。ウィーンのね万国博覧会の方でもね、富岡製糸場で作ったものが二等進歩賞を選ばれたんですって言って、そしたらなんか工場の人たちが二等進歩賞って、二等進歩賞知ってんのかって、二等進歩賞の説明がないなって、二等進歩賞ってのはどんな賞なんですかって、まあとりあえずいい賞を取ったんだなぐらいにだなとは思いますけどね。これでどん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 工場の人たちが、女性がどんどん増えていく、女性のなんだろう、社会進出って、これいい言葉ですけど、女性の社会進出って言葉で綺麗にまとめるのもいいけど、これ意外に野麦峠とか映画を見てる限りではまた女性が大変だった部分も描かれてますし、女性の社会進出でまとめていいのかなともちょっとこう思いますけれどね。そしてまた、富岡製糸場の方からまた全国の方に広がって、製糸場がどんどんこう広がっていくわけですよね。そして、渋沢栄一の方もね、静岡で咲様に会いたい、咲様つまり慶喜公に会ってみたいと、渋沢が来るのを待ち望んでおるぞって、もう次回はちょっと西洋の格好をした草薙くんの次回予告出てきましたんですよね。私は渋沢栄一が来るのを楽しみにしておるぞって、咲様が楽しみにしておる、おお喜作お前も行かねえか、俺はとてもお会いできない、戦うことを望んでなかった咲様は、しかも咲様のご直参の多くを死なせてしまった、はあ俺は合わせる顔がね、こういう大河も初めてですよね。慶喜が逃げたんだっていう感じで描かれる大河が多い中、慶喜公はもう将棋隊も含めて戊辰戦争やっちゃいけないって言ってるのに、みんなが勝手にやって慶喜公に申し訳がないっていう形で描かれてる大河もいいんじゃないかなと思いますね。そして、久しぶりに出てきました木村吉野さんが静岡まで行ってんですね。平岡円四郎の妻の安ですよ。これもね、安とね円四郎はね、なんかスピンオフで見てみたいですね。おい安どうしたんだ、おかしれえ、あの姫様おかしれえんだ、なんでここで平岡円四郎の妻が出てんのかなと思ったら、今日ねファミリーヒストリー、実はゲストが堤真一さんなんで、多分そっちの方のもうあるんじゃないかなと勝手に思って、あとね猪飼勝三郎と安は会ってたんじゃないかなと思ったら、あの女とんでもねえ平岡円四郎の妻だとかとんでもねえことを言ってまして、って普通でも平岡円四郎の妻だって言ったら一応ちゃんと調べるでしょうけど、とんでもない女でございますなんて言ったら、三日姫が来たら、ああおかしれえ姫だなんて、こんなこといくらね大政奉還した後とはいえ罰が当たりますよね。でまたそうこうしてうちにまた、涌井恵美ちゃんとこに戻ってきましてね、娘の歌さんがね学校で皇后様に会いましたよって言って、皇后様がお蚕様に興味を持たれたそうですなんてこう言うとね、カッサマの方もね、桑の葉はやるんだべかっていうことね、
で歌歌いながら英一だいね。英一はよく歌ってたもんね。おかいこおかいこ柔らかくあの葉ほーいほい。タンと食ったらピッチャーらほい。なんてこう言って横でおめかけさんはその歌を聴きながらちょっとおめかけさんの家は寂しいっていうね、感じに描かれておりましたね。そしてあの渋沢栄一の方もね、この銀行の券を銀行の、うん、これまあチケットみたいな銀行のね、まあまあお札ですよ、これが銀行の券だカスタマーなんつってね、銀行の券だカスタマー、銀行の券だカスタマーって言うけど今年乗るんだよと、まあ何百年経ったら乗るんだよあんたもなんて僕もちょっとこう言いたかったんですけどね。あまあまあでもそうこうしていくうちに、お手入れはどうした、姉様まだかって、みんなこれはもうご臨終になるかもしんねえってね、お母様亡くなるかもしんねえんだと思ったんですよ。で起点が効くのはね、お千代ですよね。お目かけの奥にを連れてきてると、ここもねお千代の人柄ってのはこういいですよね。で最後の言葉がびっくりしましたね、和久恵美ちゃんカス様の、栄一寒くねえかい、ご飯は食べたかい、何言ってんだ俺は大丈夫だ、よかったいねって五輪中で、亡くなっていくわけです。そこの涙のシーンはね、おめかけさんも泣いておりましたね。で場所がガラッとそこからパッと変わって大久保利通、かっこいいですね。半沢直樹の朝の支店長さんもやられてた石丸幹事さん、かっこいいですね。岩倉様が殺されたっちゅうことか、岩倉様がね、暗殺され未遂だったんですよね。岩倉様の一件といい、佐賀の乱といい、不平士族には困ったもんじゃ、不満をそらすためには大安への出兵はやむを得んじゃろうなんてこう言っていくうちに、佐賀の乱のシーン、地図のナレーションですよ、もうナレーションで死んでいくっていう、なんかこう江藤新平もこれ来週出なかったら本当死ぬんだなっていう、シーンですね。そしてここのところでね、キリンが来るでもおなじみの斜めの廊下が出てきましたよ。大河ドラマのカメラをこう斜めの廊下っていうのは、信長が機嫌悪くなるっていう、本能寺の変が進みますよって時、斜めの廊下、多分ここでなんか面白い展開が待ってるから、これ斜めの廊下なんだろう、どんな展開なんだろうと思ったら、岩倉朋美があの緊迫感のない芝居してましたね。寒い寒い寒い、痛い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 、それをかけたら痛いっていうね、急になんかこう緊張感がないんですよね、そこのシーンだけね。その斜めの廊下の意味が、岩倉朋美のあの寒い寒い寒い、痛い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 、それをかけたら痛いって、そこだけなんでコミカルなんだろうっていうね。はあ、まあしかしね、佐賀の乱もあんまり描かれない、神風連の乱も萩の乱も相原一世だってね、これは佐藤栄作のご先祖の佐藤信弘が逮捕した、萩の乱も出ない、秋月の乱も出ない、これは本当なら西南戦争もナレーションで終わっちゃうんじゃないかなと思いましたですよね。で井上香る渋沢が甘やかしたから、小野組と三井が言うこと聞かねえんだということを大隈と、まあ大久保利通が言っておりましたですね。どうすんだこういう時に、ああ素直に動く商人が欲しいなって、そこで岩崎弥太郎が出てきましたね。三菱に命ず、すると岩崎弥太郎、国あっての三菱、おお気持ちよか返事たい、でくんかでくんかっつって、岩崎弥太郎任してくださいみたいな形になっておりましたね。剣道するともうなく、士官さんのもう晩年の毛利元就の時もああいう感じだった、これこれ高本ケルボチョイよ毛利は元春なんてこう言ってた、あの中村士官さんの芝居ですね。今度剣道大久保様、三井小野が政府の言うことを聞かんなら少し急を据えたらどうですやろなんてね、小野組が危ないと、小野組多分まずいことになるんでしょうね。相当渋沢栄一の方も、小野組の貸付金はいくらだって130万だ、これ130万取りはぐれたら第一国立銀行を破産するぞ、これやばいぞ、これは何としてもこの130万を取りに行かなければっていう、こっから半沢直樹のような、どうしましょう
小野組の貸付金は130万、なんとかこれを取りはぐれたら大変なことになりますよっていうような銀行員で終わるところでね、そしてドラマの方は岩崎弥太郎の顔のアップで続くで終わりましたですね。そっからもう旅機構見てたらびっくりしましたね。兜町が出てきました。これもう半沢直樹のオープニングですからね。兜町のあの銀行が出てきてね、国立銀行の第1号ですよなんてこうね、最初にできた銀行で、神社と間違ったっていう、ね、兜町の方々があの神社と間違っちゃったっていう下りも入れてました。もうここからちょっと半沢直樹的な部分が来週も再来週もちょっとこう続くんじゃないかなと思います。もう急がないと結構もう間に合わないんじゃないかなと。もうあの鎌倉殿と13人ももうスタンバイしてると思いますしね。もう小池栄子ちゃんとかもう北条政子ももう小栗旬さんももう日本沈没やってる場合じゃないぐらいの体制でもあの日本放送協会の方の撮影の方に入ってると思いますんで、もう渋沢栄一の方も急がなきゃいけないんで、ちょっとテンポアップしてる大変な回でございました。ということで松村邦洋ためにならないチャンネル、ぜひ晴天をつけを見終わって、そしたらあの僕のこの晴天をつけの取って出しの方も見ていただきたいと思います。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。